桜子さんの足元には死体が埋まっているは、太田紫織による日本のミステリー小説。表紙イラストは哲夫が担当している。もともとは2012年に書籍投稿コミュニティ E. エブリスタに掲載されたウェブ小説。同年 E. エブリスタ電子書籍対象ミステリー部門優秀賞を受賞し、 2013年2月23日から2021年3月24日まで角川文庫より書籍化された。2015年2月24日にアニメ化が告知され、同年5月15日にテレビアニメであることが発表された。同年10月から12月まで放送された。また、漫画版がヤングエースにて2015年8月号から2017年12月号まで連載。 2017年4月から水木有沙主演により実写テレビドラマ化された。2017年8月26日、訪れてみたい日本のアニメ聖地88においてこの作品の舞台となった旭川市が選出された。2019年12月時点でシリーズ累計発行部数は150万部を突破している。北海道旭川市に住む高校生。 縦脇翔太郎は、両家のお嬢様にして、骨を愛してやまない、標本誌の女性、九条桜子と、とあるきっかけで交流を持つようになる。その先々で様々な人の死に絡む事件に、遭遇することとなり、検視官としての技能を持つ桜子の推理に付き合う、こととなるが、やがて不可解な殺人事件の背後に潜む、教査犯、花房の影が見え隠れしてゆく。声は、 新刊ラジオのラジオドラマテレビアニメの声優声優名一人の場合はテレビアニメ版のみ太田紫より角川書店角川文庫全17巻ウェブサイト新刊 JP にて配信されているインターネットラジオ新刊ラジオ内でラジオドラマとして放送されたヤングエースにて2015年8月号から2017年12月号まで連載 作画は、水口十。また、少年エースでは、原作4巻のコミカライズが、アヤボンケウによる作画で2017年5月号から9月号まで、連載された。2015年10月から12月まで、東京 MXKBS 京都田にて放送された。2017年4月23日から6月25日まで、フジテレビ系、日曜21時枠ドラマにて放送された。 主演は、水木ありさ。主要人物発砲警察署自然の森博物館その他ゲスト第1話第2話第3話、第4話第5話第6話、第7話第8話第9話最終話。ありがとうございます。